1977年の上、無佐駅と周囲約500メートル範囲、上が根室市別方面。駅横中市別側の民家の庭先に、ここで90度に曲がって、左中央の道路脇を走っていた、植民軌道の路盤跡が、わずかに確認できる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成現在の駅前上無佐駅は、 北海道私別郡中私別町麻武佐にかつて存在した北海道旅客鉄道私別線の駅である。電報略号はガム。1989年4月30日に私別線が廃止され、それに伴って廃駅となった。私別川、支流武佐川の上流にあることから上を冠した。武佐はアイヌ語のモサが由来とされるが、はっきりしない。 アイヌ語研究者のジョン・バチェラーは、モサ、モセ、ムセをイラクサの意図しており、ムサも同由来と考えられている。なお、アイヌ文化ではイラクサの皮から繊維を取り出し、デタルペという着物を作っていた。廃止時点で短式一面一線のホームを有した。貨物及び荷物取扱い廃止までは、島上の短式一面一線のホームを有し、駅舎とホームとの間に、 根室市別側から貨物積み下ろし線一本が引き入れられていた。駅舎は構内西側の中市別側寄りにあって地面に直接立てられ、駅舎とホーム中市別寄りの階段が連絡していた。駅舎横の根室市別側には貨物積み下ろし場があった。荷物及び貨物取扱い廃止後は貨物積み下ろし線が撤去された。また、 1944年から1954年まで、駅舎北側の貨物積み下ろし場に接して、駅前を横切って、中標津町海洋まで通じる、植民軌道根室線の停車場が置かれていた。高倉賢主演の映画、遥かなる山の呼び声は、中標津町を舞台としており、当駅も映画に登場した。高倉が演ずる田島工作が、函館に住む兄と再会したのが上、 無蔵駅であった。先に到着した兄は、駅前の家の前を放棄ではいていた地元の人に、あの、この駅前に食事ができるところがありませんかと尋ねるが、店舗などはなく、駅舎内で会話することとなる。当時の駅や駅前の状況などを映画によって確認することができる。駅コーナーや都駅前には、映画、遥かなる山の呼び声の撮影ロケ地であったことを示す。 中標津町が設置した標柱と同映画の宣伝看板が設置されている。また、駅跡付近の木には、ホーム上の高倉健と鈴木水穂、山田洋二の写真が付された、上すけ駅跡の標識が付けられている。ありがとうございます。